レスネバンはフランス、ブルターニュ地域圏フィニステール県のコミューン。レスネバンはレオン高原の中心にある重要な交差路である。イギリス海峡からおよそ10キロメートル離れている。コミューンのほとんどが都市化されている。レスネバンと隣接するルフォルゴエトで都市圏を形成している。サンミシェル教会一帯伝によれば、レスネバンを作ったのは、 伝説上のレオン伯爵であるエヴァンであるという。エヴァンは10世紀に生き、バイキングに対して勝利を収めたため偉大なるエヴァンと呼ばれていた。はじめは簡素なモットベイリーで、その語源は、ウライベニー、実際には、ウラネビニーにある。道義の地名としては、ラニー文がプルイデルになった例がある。伝説によれば、エヴァンは875年のバイキング襲来を、聖。 グルバンの力を借りて退りけたという、レスネバン教区はレオン市教区内のケメネティリジョサイクに属していた。この教区にはランゲンガール小教区も属していた。ランゲンガールは旧プルイデル教区の分割で生じた。中世のレスネバンはレオン白爵領の中心で、レスネバンの城は彼が所有する城四つのうちの一つであった。13世紀に建てられた城があった場所は、 現在、社党広場となっている。1214年から1216年、レオンは、ブルターニュ公ピエール・モー・クレールによって占領された。レオン伯爵の権力は終わりを迎えた。ピエール・モー・クレールは、レオン伯爵家の内紛を操り、レオン伯爵コナン一世の土地を奪い、ブルターニュ公の領地に併合した。 ブルターニュ継承戦争時代、シャルルド・ブロワ派は当時ジャンド・モンフォール派の元にあったブレスト要塞と近郊戦、しかし町は数度にわたってフランスとモンフォールを支援するイングランドとが奪い合うことになった。1372年、レスネバン住民はイングランド中屯部隊の略奪、そしてブロワ派の虐殺を手助けすることに疲れ果てていた。1375年、 ベルトラン・デュゲクランが町を占領した。1397年、ついにイングランド軍が町を明け渡した。その後、レスネバン要塞はその軍事的重要性を失い、17世紀まで採石場にされていた。1426年から1529年、レオン地方の貴族は数カ所の監視塔を設置し、貴族たちの武器を集めて保管させていた。 1509年、恐ろしい国死病がレスネバンを襲った。ヨグノー戦争中、非常に激しい戦闘の後、レスネバン住民は、最終的に1594年8月8日、ブレスト知事、ルネドリューに組みした。ジュアンマレシュは、ギケローの荘園に住む領主で、その野蛮な振る舞いで有名だった。彼は、レスネバンのアッティラと呼ばれていた。 1524年から1537年にかけ、彼は、すべての階級の人々、共進、司祭、平民を襲撃して、犠牲者を出した。1518年、彼はルフォルゴエで祈りを捧げていたフランス王フランソワ一世の、親衛隊をも襲撃するほど勇気があった。1527年1月、マレシュは、宴会の終わりに、石弓と県で、 アンリド・パンマール男爵を殺害した。彼は逮捕され、1527年2月に残死刑を宣告された。彼の切り落とされた右腕は、デスネ版の堀近くに建てられた柱にくくりつけられ、頭部は杭の上で晒された。1908年当時の鉄道路線フランス革命までは、 レスネバンにはセネシャル管轄区が置かれ、その司法の権力はフィニステール県北部に及んでいた。有名な市を行う商業的な役割も担っていた。レオン地方最大の市はレスネバンで毎週月曜日に行われていた。ランゲンガールは革命まではレスネバン北東に接する小教区で1791年にレスネバンに併合された。 ランゲンガールの教会や墓といったものさえなくなって、しまい、小教区であった名残はほとんど残っていない。多大な寄進を受けて二つの修道会がレスナバにやってきた。ウルスラ会とレコレート会である。1793年3月、レスネバン全体がミサ放棄を起こしたが、ブレスト方面軍の指揮官、ジャンバティスト・カンクロウによって制圧された。百九十三年四月、 ケルギグの戦いの後、プルゼベでの首長ジャンプリジャンは、レスネ版でギロチン系に処された。1794年4月14日、聖職者民事基本法に宣誓しない聖職者2人が、レスネ版でギロチン系に処された。革命裁判所は、宣告が正しいものであると宣言した。1891年2月14日の法律、公益宣言法によって、 地方自治体が運営管理を行う内陸鉄道の建設が始まった。レールの軌道は1メートルで、ランデルノーからレスネバン間を走った。ランデルノーからプルネウールトレカプルエデルン近く、トレマウエザン、プルダニエル、レスネバン、プルイデル、グルバンに停車した。旅行者用の駅は、ランデルノー、トレマウエザン、プルダニエル、レスネバン、プルイデル、グルバンに建設された。 プルエデルンとルフォルゴエには簡単な乗降場所が設けられた。この鉄道が1894年に営業を開始したフィニステール県鉄道である。プルネウールトレへ延長され、1901年にはブリニョガンイコールプラージュへ延長された。プレバンネックからレスネバン間に第二鉄道が開業したが、どちらの路線も1946年に廃止された。参照元、 1999年まで、イヘス、2000年以降 INSEE2007 年7月、コミューン議会は、ブルトン後の日常使用促進を目指すや D、あるブレイジョニ非検証の批准を可決した。2007年の新学期時点で、コミューンの児童のうちに10.4%が二言語学校に在籍していた。毎年夏、レスネ版では、 相イ道とイゴ道の国際研修が行われている。指導は田村信義、吉光、山田、敏郎ロが、マルコムシュワンが行ってきた。スロバキアのケジュマロクとは友好都市協定を結んでいる。ありがとうございます。